チェーホフの首相行政庁舎チェーホフは、ロシアのモスクワ州にある都市。首都モスクワの南約80キロメートルに位置する。チェーホフスキー地区の行政中心地で、丘側の左支流、ロッパースニア側に沿う。1954年まではこの川にちなみ、ロッパースニアと呼ばれていた。最寄りの大きな町は、北のクリモフスク市、ルボフスキー町、ポドリスク市、および南のセルプホフ市で、 チェーホフからの距離は、それぞれ 20km から 30km ほど。人口は2010年国勢調査で6720人、2002年国勢調査で72,917人、1989年ソ連国勢調査で59,206人。チェーホフ駅チェーホフは、モスクワ州でも若い都市の一つである。少なくとも18世紀には、ロッパースニア村がこの地にあった。 モスクワからトゥーラへ向かう古い交易路がここでロッパースニア川を越えることからこの村の名がついた。1951年付近に工場が作られたことからこの村は労働者集落へと変わっていった。1954年には市となり、1890年代にこの周辺に住んでいた作家のアントン・チェーホフにちなんでチェーホフ市と改名された。チェホフには 様々な大きな工場が集積している。現在、電子工業、食品などが主なもので、フランスの食品メーカーダノンも大きな工場を置く。2000年代には住宅開発も盛んになってきた。チェーホフにはモスクワとトゥーラクルスクを結び、国境を越えてハルキウやクリミア半島へ向かう M に幹線道路が通る。またモスクワから、 ポドリスクセルプホフトゥーラクルスク方面へ伸びる鉄道も通っている。チェーホフ近郊の地下部角にはロシア連邦軍参謀本部の戦時司令部があり、モスクワのクレムリンとの間はロシア連邦保安庁が運行するモスクワメトロニという秘密の地下鉄で連絡されていると見られている。アンザ・チャチェフスカや聖堂オリンピースキースポーツ、宮殿子街地にはかつてロシア帝国の政治家、 イラリオン・バシーチコフが所有していたザチャチフスコへ聖堂が立つ。街の 12km 南西にはメリホボ村があり、ここにアントン・チェーホフの辞書があった。現在はチェーホフを記念する博物館となっている。チェーホフにはロシアのハンドボールリーグの競合でチェスカ・モスクワに属するメドベージ・チェーホフが本拠を置いている。2003年からはホームゲームを 市内のオリンピースキーというスポーツホールで開催している。他にも水球やホッケーの競合チームがテェーホフにはある。ありがとうございます。